来たね。来た。この時間が。あ、ここで何時間で待っとった？この極寒の中、6時間。6時間。寒すぎた。寒い。気合いよね。よし、泳がせよう。やろうか。赤、悪くなってきてるね。いいよ、今からだよ。なんか昨日ね、12キロが釣れたって。キムの4倍そう、かわいそうな、かわいそうなぐらいガリガリやったね。やっぱでかいのがいいらしいよ。引き決めた。そして僕は背掛けします。背掛け、よし、元気に泳げよ。あれよ、お願いします。キラマサに食われてこいよ。いらっしゃい。はい、よし、じゃああとは3人で泳がせよう。旗もやろう。すげえ仲マス。あーあーあー、カマスすごいっすね。一発よ。すげえ、カマスに変えて一発目やって。ってことじゃない。アラですか。アラ、今もあ、もう潜られたっすか。おお、来た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 、ヨラさん、ヨラさん来た。来た来た来た、向こう来た。はい、やばい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 、あー、これやばい。来た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 、頑張れ頑張れ頑張れ。わあ、おーおお、ゴリ巻きしよう、ゴリ巻き。おお、でかいんじゃない？うわー、あ、切れた。あー、くそ、マジか、やばかった。あー、これ上がらんこい。でかかったね、今ね。ミディアム上がらんこい。無理、持ってこれ。マジか、マジかよ、マジか。うーわー、ヒロトじゃないとダメ、これ。うそ、おお、あらだ。あ、これ、あ、でも来てる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 。ロッタ、これ、これ、ヨライさんのロット。俺の回収して、ハタ。ハタ、俺の回収。あ、俺の、俺の。マジ。俺がやる。あ、抜けた。あ、抜けた。うわ、マジ。うわ。はい。いろんなとこで。いや、抜けてないよ。抜けてない。いや、俺のに引っかかってるだけ。うわ、抜けた。もう、うっそ。あ、来た、殺した。あ、マジ。おー、よし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 。よしよしよし。あ、抜けた。あ、無理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 。惨敗ですね。いや、やっぱね、タックルが無理ってことに気づいた。あの島のおっちゃんたちが言うには、全部10キロクラスやったと、10キロ以上あったやろうって言った。
旗が結構粘ったけどね。粘ったんですけどね。俺のね全部で3回かけてね、はい、あのキムから多分途中で受け取ったやつ、はい、受け取った後ね一切止まらんやつでスカスカやんゴーンってなってフィーン出してドラグ締めたかな、まあ、手やったかな、はい、手で調整してギリギリまでギューって握っていって、はい、これ以上無理やろうぐらいにしたけどずーっと走っていって根に潜られた、はい、根で全部切れとった、うん、PE が一回切れとったのもぐっちゃぐちゃなっとったけ、あ、すれて切れとった、ね、そんならリーダーも長くしたく長くした方がいいかもね。ちょっとタックル考えやんね。じゃあの一発目に走るやつを耐えんばいかんじゃん、ね、うん、一発目走っとってどうしようもできないけん根に潜られないようにだけ一発目とでグッて耐えれるようにラインをとタックルを、はい、一昨年も同じこと言いよったな、言った気がする。ライン太いの持ってこようって、はい、甘く見とったね。ですね。いやこの間やっぱね3キロでよかったとか、3キロで上げれてちょうどよかった、うん、ギリギリ上がるぐらいやったんじゃん10キロクラス来たらね、あのマグロの時みたいな感じ、もうどうしようもでき、ウィーンプチ、無理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 、もう途中からドキドキせんくなった、もう無理と思った、かかった瞬間、はい無理ってぐらい、どうせ無理やんこれし、旗が惜しかったね、うん、なんか上がりそうな感じだったですけどね、まあ片付けて帰りましょう、ね、船来た、あーやばい、やばい時間やばい、ね、8時20分だ、急げ急げ、やばいね間に合わんかも、かなりやばい、ちょっと行っとこう行っとこう、はい、ありがとうございました。帰ってまいりました、はい、というか2週間ぐらい経ちました、はい、悔しかったの です、ね、はい見て勝った、うわ、昭和スパルタ ン、 タンドベースな竿やね、 100XXH XXH こんな太いの初めて見た、10キロの平正をね、はい、絶対逃したくないから、めちゃくちゃ悔しかった、最強タックルを揃えてきました、はい、昭和からのでこんなのは、はい、ほら見て、なんすかもう ここと一緒やね、マジでこれラインも PE8 本寄りの8号で、はい、しかもなんかこの PE は8本寄りの寄り方が違う、違うって言ってましたね、1本太いのがあって外側に7本編み込んであるっていう、普通の PE の8号よりはるかに強い8号の8本より、はい、P8 号だからこれにね 100m しか負けてない100m しか負けてないけど、はい、もう 100m 走、あそこで 100m 走られせれたら、はい、絶対切られるから、はい、もう 10m でも走らせないようにしないといけないから泳がせ専用、もう 100m で十分、はい、名付けて金に物を言わせて釣る大作戦見てこれお母さんの俺全く同じ全く同じで、今からキムのを買いに注文してたの、はい、これにより私たち、はい、12月、はい、苦しい生活を強いられます生活が苦しくなろうが、あの10キロの平正はね、はい、絶対に取るとあの時誓ったからね、そっちの方がですね、すごいやろこれ、これやばか、リーダーかっこいいやろ、リーダーもね結んでもらったんだね、これすごいか、めっちゃ塊の芋虫みたいな、これか絶対でこんな準備をすると3人ともかからんとやろ、ですよね、いろいろねちょっと遊びでさ、はい、いろんなことを遊んでたら、はい、いろんな発見があったんだ、面白かったです、ね、まずねこの竿はね、はい、強いっていうの、はい、はい、ちょっとキムやって、タオルを巻いて糸をぐるぐる巻きます、うん、まずねこれすっごい耐えれる、ものすごい力に耐えて、ドラグもね、まあ、8号だから結構きつにして、いくよ、寝ます、食った、うん、見てていくよ、はい、行っていいよ、うわ驚くべき半径っていうのがね、はい、めっちゃここがパンパンになるぐらい力入れて耐えてるけど、はい、こっち側役やったらね、はい、意外にねこんくらいでフィーンって動くの、はい、意外に軽い感じでしますもん ね、 ね、ここでドラッグ調整を終わらせてから行こう、ガチガチでいいと思うけど、実は今日今から行ってくるんだけど、はい、それはまた結構後の動画になるかもしれないけど、ま、手順はもう出ないと思う、ほんとだ、せーの、うわー、こんくらいかな、ここパンパンこんくらいでいいな、いくよ、意外にでもほんと、はい、走った、ほら、あ、でもね、じゃ一回動かさないでみて、うん、これをね、自分で出そうとしたら、うわ、だいぶ体重乗っけてますね、いくよ、これもう全然後ろ、これこんくらいだったら全然体重、うん、すっげー力、これ一発目走んないんじゃない、これ、うん、走るかな、さらに僕らの作戦はこれだけじゃありませんよ、
こんなもんで10キロのヒラマサを取れるとは僕は思ってない、はい、ヒラマサ用の針、はい、それでもダメだと思ったので、はい、この極太針見てください。これはこれで、これを使うとアジの弱りが早くなる、早くなるらしいですね。その時に聞いたポイントの店員さんに聞いたアイテムがあるんだけど、はい、まさかあの時はトークショーするとは思わなかったんで泳がせ用の生き餌ローリングっていうやつがなんかあったので、はい、これ店員さんに教えてもらって勧められたやつ、これはアシストフックみたいな感じで、はい、ヒッチフックみたいにさ、ここに刺すだけ、はい、ここに刺してこうつくわけよ、はい、で針の上に針がついて、でこのちっちゃい針で味をつける。だから味が死ににくい。これ分かるかな、分かる、この状態ね、はい、だから味が死ににくいからここに味つけて、でもさ、でっかい10キロ級のヒラマサがここだけ食うことはない、はい、ないですね、全部食うやん絶対、はい、だからこの状態で味も長生きさせて針かかっても折れないっていうこのアイテム。あ、そこ水ベルもついてるんですね。そうそう、だから自由に動ける。この状態で弱りにくくなると、うん、この状態で弱りにくくして PE8 本より8号でリーダーが90ポンド、はい、で竿は XXH 完璧ですね。完璧、怖い、逆に怖い。これで釣れなかったら俺ら1ヶ月極貧生活をどうしてくれるんだ、はい、でも私たち釣りに命をかけているんで、はい、釣りにもう命を預けたんで、はい、ね、頑張ろう。もう釣った方が勝ちですよ。釣った方が勝ち。ただね、オイラ負けないよ。負けないですね。序盤中盤終盤隙がないよ。全部隙がないよ、あいつ。全部隙がマジね、これでもどうなるか分かんない。あの島のおっちゃんたちは P85 でブチブチ切られてたから、はい、1本上げれそうだったけど、はい、堤防の角で擦れて切れてたから、はい、気は抜けないね、うん、あ、ちなみに5万しましたよ15万使ってます、竿だけに。15万使ってさ、はい、泳がせ専用ってなるのもあれだから、はい、一応これショアジギングのタックルで、はい、大分であのそれこそ釣りウマ村上くんと一緒にブリ、うん、トップ平正トップやろうと思ってるから、その時はこの竿でちょうどいいから、うん、その時、まあ、8号は無理だから、はい、ま、3号ぐらいに、ね、3号ぐらいに巻き替えてまた使えるように、はい、一応これショアスパルタ、ショアスパルタ、ダイワのかな、ダイワさんのショアスパルタ、ね、40g から 150g まで投げれる。そう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 、そう結構投げる、うん、これは竿は一緒でリールがこっちに巻いてもらう。と何番それ？これはね、4000だよ。種類が違う。ああ、サーフ用。ああ、サーフ用の。まあそんな感じで、はい、ラスト行こうか。いますか。せーの。バリバリってる。やーば。まあそんな感じで、はい、お金に物を言わせてヒラマサを釣ろうと。そうです、大人の釣りですよこれ。最近ちょっと釣りが余裕でできたからってすぐ貧乏になる。すぐ釣り具買って貧乏になる。もっとなんか大事なもの買えよって。テレビ台また来月見送りっていうね。あの2年間追い求めた、はい、10キロのヒラマサを今から取りに行きましょう。ということで、またこの動画は、これから長考の動画1週間、2週間後にはアップされると思うので、よろしくお願いします。お楽しみに、はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。